門野さん、いよいよ本番が始まりという感じですけど、事務所開き、今日いかがでしたか？そうですね、やっぱたくさんの方集まってもらったし、中澤さんもはじめ、大激励もメッセージもいただいてね、本当にこう、向かわなきゃならないというか、市民のために、それから被災者のために、宣伝して変えなきゃいけないなという思いが、よりいろんな事務所開きでまた強くなってきました。門野さん、一生懸命ブログとかツイッターとかいろんなことをやっておりますので、今回ネット選挙解禁ということで、私もお話しさせていただきますけれども、そういうネットの方ではどういうふうに考えてますか？そうですね、発信ね、可能な限り、私自身も、またベースケア、ツイッターを通じて、たくさんの仲間の皆さんに、広げていただきたいというふうに思っております。まあ、自分一人でできないこともあるので、スタッフの仲間や皆さんのご協力いただいて、直接会えない方もたくさんいらっしゃるので、動画だとかそういうものを通じて、たくさんの方々に直接私の生の気持ちや話を伝えて、ぜひ皆さん協力をお願いしたいなと思っています。奥山さんに対して一番ここが問題だとずっと思ってきたことは何でしょうか？例えば一つ二つぐらい言うと、まあ、具体的な例を挙げると、まあ、医療、被災者の医療、介護の免除制度の打ち切りに、象徴的に現れるんですが、市民や被災者の声を聞かない、あるいは聞こうとしない、会おうとしない、こういう姿勢ですね、そこがですね、やっぱり漫画この問題にしろ、これからの規制改革の問題を極めてしまっているというふうに思います。ですから、被災者の命や健康よりも、あらいかわらず建物を作っていくというのも、そこに根本問題があるというふうに思います。変えていきたいなって思いますね。あと、その原発に対して、観測会で、提案を、反対の提案を、そうですね、ちょっとやっぱりいろいろ感じました。ずっと奥山さんは、この原発問題は、水素電力会社が決めるものだ、考えるもの、判断するものだということを言い続けているんですよね。ですから、それが、まあ、執行理想会でも、秘訣のほうに回るというところで、話しているんですが、その立場というのは、国が再稼働を決めれば、それを認めるという、ことですから、再稼働容認というのが、市長の、山市長の今の考え方だと判断せざるを得ないんですよね。それ私は、福島原発を経験した隣の町の県の宮城県、そして仙台の姿勢を預かるものとしては、やはり、市民の安全を守るという立場で、原発再稼働を許さない、原発ゼロ、そして、安全な家の転換というものを発信していくと、発信していくという責任を仙台市長は持っているんじゃないかなと思っています。はい、じゃあ、まあこれからね、時間が少しかかりますけれども、たびたびインタビューとか、時間あったら、これからもね、中継とか動画とかで流してもらいたいと思います。これからも選挙中も、短時間でも集会やでも、少しでも参加できる人に時間を取ってもらえるように、ちょっとスタッフにもお願いをしているので、皆さんと一緒に同じ気持ちで頑張っていきたいと思っております。はい、じゃあ、あとね、こういう改まったインタビューじゃなくても、普段のですね、はい、門野さんの姿なんかも伝えていけたらなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。